石岡を見たまスマートインターチェンジは、茨城県石岡市の上城内にある、常磐自動車道の本線直結型、スマートインターチェンジである。石岡市とお見たま市との市境に位置し、敷地の一部は、お見たま市にかかっている。石岡を見たまスマートインターチェンジの、上り線で入り口ゲート。写真右側は、管理棟で、さらに右側に、常磐自動車道の本堂がある。 下り線で入り口ゲート。写真の上の高架道は岩木方面へ向かうランプウェイ。ゲート手前とその内側に展開場があって U ターンすることも可能。国道355号と接続する石岡尾み玉 IC 入り口交差点からインターチェンジを望む。本 IC 設置の目的の一つに茨城空港へのアクセスの利便性向上が挙げられる。現在。 茨城空港への常磐自動車道土浦、東京方面からの最寄り IC は、千代大塩岡インターチェンジだが、接続道路である国道6号は、石岡市内の慢性的な渋滞が問題となっている。本 IC が完成することにより、渋滞の少ない石岡市の北部から、茨城空港へアクセスすることができ、渋滞地域の交通量の分散を図ることができる。もう一つの目的として、 周辺地域の交通利便性の向上と経済の活性化が挙げられる。計画当初、石岡市とおみ市が、それぞれ新たな IC の設置を目指し誘致合戦を繰り広げていたが、費用対効果の面から両方の IC を建設することに、国土交通省は難色を示した。最終的には、茨城県が両市の間に入って調整し、 その辺川を挟んだ漁師の境界付近に本線直結型のスマート IC を建設する設置案で双方が了解し2009年6月30日国土交通大臣より設置申請が許可された。ありがとうございます。